モデル事業説明会。主催の皆様におかれましては、お忙しいところご参加いただき、誠にありがとうございます。私、本日進行を務めさせていただきます、内閣府地方創生推進事務局の小南でございます。よろしくお願いいたします。本日の説明会の様子は、録画、録音させていただきますので、ご了承いただきますようお願いいたします。オンラインでの開催ということもあり、不具合等が発生することがあろうかと思いますが、ご理解、ご協力をいただきますようお願いいたします。なお、画面共有の上進行させていただきますが、お使いの端末によっては閲覧できない可能性がございますので、事前にお送りした資料をお手元にご用意の上、ご参加いただきますようお願いいたします。本日は内閣府からの事業の説明の後に、今年度選定いたしました北海道、北見市と高知県土佐町の事例を発表いたします。事例発表では提案いただいた内容のほか、提案までの苦労した点等についてもお話しいただく予定にしております。また内閣府の説明、水戸市からの事例発表の後にまとめて質疑応答のお時間を用意しておりますので、ご質問いただく際はそちらから案内させていただく内容に沿って対応等をお願いいたします。それでは開催にあたりまして、内閣府地方創生推進事務局参事官補佐の田中よりご挨拶申し上げます。はい、ただいまご紹介に預かりました、内閣府地方創生推進事務局、参事官補佐をしております、田中と申します。本日は、お忙しい中ですね、多くの方に、ご参加いただきましてありがとうございます。私たち、広域モデル、SDGs モデル事業ということで、昨年の補正事業から事業を開始したところです。もともとですね、特にその中小規模のですね、自治体さんの SDGs による、まちづくり、こういったものを進めていくために、どういうことをやっていったらいいかというのを検討した結果ですね、単独の自治体ではやはりなかなかマンパワーですとか財政とかいろいろそういった課題も見えてきたというところもあって、であれば同じ課題を抱えている自治体同士さんが、連携をして、それで、スケールメリットを生かして、そういった地域課題の解決に取り組んでいくというような、取り組みを、昨年の補正予算から始めたというところでございます。そして、今年度ですね、4件すでに採択をしているわけですけれども、次年度に向けてですね、また改めて、こういった事例を、モデルを作って、普及展開をしていこうというところで、今回、公募の方をさせていただいたというところでございます。で、本日ですね、すでに今回、すでに採択をされている、土佐町さん、あと、北見市さんの方から、事例の方をご紹介をさせていただくわけですけれども、両市町村、におかれましては、ご多忙のところ、ご協力、ご報告いただけるということで、大変ありがたく存じております。で、それとともに、これから後に続いていく、市町村さんの、少しでも、良い前例として、こういったところを我々としても普及展開をしていきたいというふうに思っておりますので、今回、ご参加いただいている皆様にも少しでもお役に立てばというふうに考えております。で、もともとですね、私たちこの内閣府の方で、その地方創生、SDGs という考え方を取り入れた、地方創生、地域の活性化というのを図っているというのが、この地方創生推進事務局ではあるんですけれども、今日ですね、新たにですね、地方創生の新たな指針として、デジタル田園都市国家構想、総合戦略というものが、本日、閣議決定をされました。今まではですね、この説明の方にも記載されている通り、町人仕事創生総合戦略というものが、今までの国の地方創生の指針と
ことになったんですけれども、今回新たにですね、デジタルの力を使ってですね、地方と都市の、地方の、社会課題っていうのを、デジタルの力を使って解決していくんだというような国の指針というのが本日閣議決定されて示されたというところです。それに従ってですね、我々としてもその一つのツールとして SDGs というのは引き続き進めてまいりますので、ぜひ私たちこの SDGs というものを使った地域の活性化という一つのツールをですね、ぜひご活用ご検討いただければというふうに考えております。で、ということで、本日、事例を紹介していただく、両市町村さんの、事例というのも、少しでも役に立てばと思いますので、本日は、どうぞよろしくお願いいたします。これをもって私、ご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。はい。それでは、内閣府地方創生推進事務局参事官補佐の入札の方より、内閣府の、広域連携 SDGs モデル事業の募集について説明の方をさせていただきます。いつもお世話になっております。先ほどご紹介いただきました、内閣府地方創生推進事務局参事官補佐の宮里と申します。本日はお忙しい中、広域連携 SDGs モデル事業の募集についての説明会にご参加いただきありがとうございました。当事業は令和4年度の補正事業であり、令和5年度執行へ振り延べをさせていただく補助金です。昨年に続く補助事業であります。その昨年度の内容と多くの部分で同じ説明がございますが、今回初めて説明会をお聞きいただく方向けにお話をさせていただきますので、ご了承のほどよろしくお願いいたします。また私の説明の後にお時間を取りまして、参加いただいている方からの質問をお受けいたします。ぜひ最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい、それでは説明をいたします。はい、失礼いたしました。現在ですね、2ページを写しております。広域連携 SDGs モデル事業選定の背景です。ご覧のように、第2期まちひと創生総合戦略2020改定版デジタル田園都市国家構想基本方針、物価高克服経済再生実現のための総合経済対策が当事業のバックグラウンドになります。なお、先ほど田中の挨拶の中でもありましたが、本日の午前デジタル田園都市国家構想総合戦略が閣議決定されております。一番上に紹介しております第2期まちひと仕事総合創生総合戦略に代わるものです。この場を借りて連絡させていただきます。黄色の下線で示しております通り、第2期まちひと仕事創生総合戦略ではSDGs の原動力、SDGs を原動力とした地方創生を推進すること。二つ目、デジタル田園都市、国家構想基本方針では、小規模な地方公共団体等が広域で連携すること等により、地域活性化を目指す事業など、このようなモデル事例の形成について記載しております。最後に、物価高克服、経済再生、実現のための総合経済対策では、岸田政権が掲げております新しい資本主義、その基盤となるのは多様性のある社会であること、そのための包摂社会の実現に取り組むことが記載されております。3ページ目でございます。広域連携 SDGs モデル事業選定の背景。というページでございます。
後からの説明になりますが、当事業では人口5万人未満の小規模自治体を連携に含めることを条件としております。その背景を説明いたします。グラフは全国の自治体にアンケートを取った結果です。SDGs 達成に向けて取り組みを推進しているかという問いに対し、推進していると回答した自治体が青いグラフで示されています。2021年度と2022年度の比較において、おおむね2021年度の方が青い色が多くなっていますが、大体において人口の小さな自治体ほど青い色の割合、つまり推進していると回答した都市の割合が少なくなっており、2022年度の人口5000人未満の自治体では、それが 37.3% となっています。これらは小規模の自治体が単独で SDGs 達成に向けて取り組みを行うには、人材面でも資金面でも厳しいということを表しており、自治体連携によりスケールメリットを利用して解決していくという方向性が考えられます。4ページ目、広域連携 SDGs モデル事業選定の目的。ここでは当事業の目的を示しています。黄色い下線にご注目ください。キーワードを読み上げていきますと、地方創生の実現に向け、地方公共団体等においては、SDGs の理念に沿った地方創生 SDGs を推進することが重要。デジタル化や脱炭素社会の実現に向けた取り組みなども重要。これらのために、広域連携による SDGs 事業への支援を考えている。また、小規模な地方公共団体等への支援も考えております。5ページ目でございます。広域連携 SDGs モデル事業選定の事業概要です。当事業の概要としましては、複数の小規模な地方公共団体が広域で連携してスケールメリットを生かす事業を支援するものです。これには経済、社会、環境の3側面の統合に表される SDGs に沿ったものであること、地域のデジタル化や脱炭素化に取り組む事業であることも重要です。提案いただく事業は新たに構築いただく必要はありません。既存の取り組みの横展開や単独事業を都市連携で拡充していただく場合、このような場合でも大丈夫です。これらの事例のイメージは、後の11ページで紹介させていただきます。事業の枠組みとして、黄色の A 枠、ピンク色の B 枠の2つの枠を用意しています。A 枠は複数の市区町村の連携による事業で、3団体以上をと連携することが望ましいとしています。ただし、提案いただく内容が優れていれば、2団体でも選定いたします。こちらは今回、若干数を選定する予定です。一方、B 枠は都道府県が中心となり、複数の市区町村と連携する事業です。こちらも都道府県を交えた3団体以上と連携することが望ましいとしています。内容が優れていれば2団体でも選定いたします。今回、若干数を選定する予定です。また、A、B 枠、どちらとも人口5万人未満の地方公共団体を1団体以上含むことが条件です。また、隣接する地方公共団体の連携に限らないということも強調させていただきます。6ページ目でございます。広域連携 SDGs モデル事業選定に求められる内容、提案内容となっております。ここでは当事業の
事業定義を紹介しています。黄色下線部を中心にご確認いただければと思います。次に提出書類の提案様式1から3について記載内容と留意事項を説明いたします。7ページ、同じく広域連携 SDGs モデル事業選定に求められる内容、提案内容でございます。提案様式1の説明をいたします。提案の一番のメインになるところです。 SDGs 未来都市の提案書と似た構成となっています。特に左側の3から7の項目が重要です。3番事業概要では事業の全体最適が重要であることを示しています。経済社会環境の各側面の個別効果だけでなく、これら3側面のバランスに留意お願いいたします。4番事業による相乗効果等は経済社会環境各側面のそれぞれ双方向を考慮した相乗効果を検討してください。5番、執行体制は今回自治体間の連携事業であることから連携を強力に推進する体制になっているかどうかが重要なところです。6番、多様なステークホルダーとの連携は事業を行うにあたって多様なステークホルダーとも連携されると思いますが、自律的好循環が見込まれる事業であることが重要です。最後の7番自律的好循環の具体化に向けた事業の実施は将来補助金に頼らずいかに事業として自走していく方法を考えているかについて提案してください。8ページ目でございます。こちらも引き続き広域連携 SDGs モデル事業選定に求められる内容です。これは提案様式2の説明となります。ご覧いただいておりますように当事業の取り組みを1枚にまとめていただくものです。先ほど説明させていただいた様式1の内容をもとに作成いただきます。特に真ん中の図、事業による相乗効果等についての経済社会環境の三角の図については特に重要ですので、分かりやすい記載をお願いいたします。9ページ目、引き続き当事業の選定に求められる内容、こちらは提案様式3でございます。当事業で補助をさせていただく初年度の事業費を記載するものです。提案時点での予定費用を記載してください。2ページ以内での記載をお願いいたします。また真ん中に赤字で記載しています通り、地方創生支援事業費補助金、各個地方公共団体における持続可能な開発目標の達成に向けた取り組みの推進事業、広域連携 SDGs モデル事業群の取り扱いについてを熟読の上記載してください。また対象になる事業など事業費関係のところでは過去の説明会等でもご質問をいただいております。冒頭で、申し上げましたが、当し、説明の後皆様からのご質問を受け付けますのでよろしくお願いいたします。10ページ目でございます。広域連携 SDGs モデル事業選定基準です。当事業の選定基準を示しています。黄色になっている箇所にご注意ください。評価・採点の視点が記載されていますので、提案書を作成いただくにあたってこの点を織り込んでいただくようお願いいたします。表の左に1から7の評価項目がございます。特に右側の黄色の部分について、説明を
させていただきます。まず丸に事業概要に関するところで3項目が黄色で着色しております。広域連携によるスケールメリットや総合補完関係のメリットが活かせる提案になっているかが最初にございます。0から10点の配点となっているところです。次にカーボンニュートラルの視点とデジタルの視点がそれぞれ個別に選定基準になっています。今回の提案ではカーボンニュートラルとデジタルを両方入れる必要はございません。どちらかだけで大丈夫です。もちろんその場合はそれぞれ5点満点の評価なのでこの部分のどちらかだけの点数となります。次に丸3、事業による相乗効果と新たに創出される価値についてです。ここは15点満点です。テクニック的にはこのような配点の高い項目で高得点を得れば他の提案と差別がつきやすくなります。ここでは連携する小規模な自治体が課題解決、地域活性化できる提案になっているという点が重要です。今回黄色に着色していませんが丸6の自律的好循環の具体化に向けた事業の実施も15点満点となっております。最後に丸4の執行体制です。連携する自治体においてその位置づけ役割が明確になっているか、連携するそれぞれの自治体が各々主体的になっているかが問われています。11ページでございます。広域連携 SDGs モデル事業の具体的イメージ、ここでは提案いただく事業のイメージを伝えさせていただきます。林業、防災、医療、観光の4分野をご紹介いたします。既存の取り組みの横展開や単独事業を都市連携で拡充する場合の参考にしてください。資料の左上の事例のポイントにありますように SDGs の理念に沿った取り組みであることが重要で、経済、社会、環境の3側面に配慮した取り組みにしてください。この3側面の整理は以下の事例でも示しています。また広域連携によるスケールメリットや費用対効果の向上を狙える提案にしてください。もちろんデジタル化もしくは脱炭素の実現に資するものである必要があります。まず林業ですが、地域の森林資源を活用した再エネ利用の促進の事例です。木質バイオマス発電の推進により再エネ活用と森林整備で CO2 排出量削減と吸収量の増加を見込めます。これらは図の環境の箇所に記載しています。また生産された再エネは域内施設の EV に使用することができます。デジタル技術の活用で林業の効果的な収穫予測や植栽計画に利用でき、これらは経済社会の側面として整理しています。また関連産業の雇用の創出という効果も経済社会で見られます。次は防災の例です。河川流域における広域防災減災体制の構築ということで、デジタル技術を活用して無人で河川監視を行います。経済ではデジタル人材の育成と雇用創出、社会ではデジタル活用で広域にリアルタイムの監視体制を実現するとともに災害予兆の早期把握、最適な災害体制の構築ができます。環境面では安全を確保することにより浸水イベントが開催できます。医療では広域での情報共有システムの構築により地域の医療体制の向上を図る例です。経済では情報システムの活用で
連絡、患者輸送の最適化を行い、人的負担の軽減を図るとともに、システム構築、その運用関連で雇用の拡大が見込めます。社会面では、広域での地域の医療体制の向上が見られ、環境面では効率的な患者の輸送で CO2 削減、また EV 車の活用などが考えられます。最後は観光です。アプリ活用により効果的な広域観光を展開します。観光客の行動情報はビッグデータとして利用し、観光ビジネスの活性化につながるのが経済面の効果。社会面では、地域公共交通の利用拡大に向けた計画策定、また、広域の域内観光の満足度を向上できます。社会面での公共交通の利用拡大により、公共交通の維持につながり、それが環境負荷の低減につながるのが環境面での効果です。12ページです。広域連携 SDGs 推進補助金について、補助金の対象経費はご覧の通りです。補助率は A 枠、複数の市区町村が連携して事業を実施する場合、対象経費の3分の2、上限2000万円です。B 枠、都道府県と複数の市区町村が連携して事業を実施する場合、対象経費の2分の1、上限3000万円です。よくある質問を以下に記しています。クエスチョン1では、補助金の交付がすべての参画団体に行われるのかという質問に対し、原則として申請代表団体に対して交付を行います。また、9の2、参画するすべての団体がそれぞれ予算計上を行う必要があるのかに対し、事業費の負担割合等については、参画団体内で調整いただくことになります。13ページ、広域連携 SDGs モデル事業提案後の流れでございます。一番上をご覧いただきますように、提案提出まではオンライン個別相談を内閣府の方で受け付けております。ぜひ遠慮なくご相談いただければと思います。その後、提案後のスケジュールについては、3月23日に提案を締め切らさせていただきます。その後、ヒアリングをしていただく提案者には、4月下旬、26日頃をめどに連絡させていただきます。その後5月中旬、10日頃にヒアリングをさせていただくことになりますが、その時にはパワーポイント10枚程度の資料をご準備いただきます。提案の締め切りからヒアリングの実施まで、実はあまり日がないスケジュールとなっております。そのため、可能であれば、提案資料作成時にも、ヒアリング資料の準備をいただければと思います。採択は5月下旬を予定しております。年度内に予算を執行していただけるよう、我々事務局はできるだけ迅速に事務を進めさせていただきます。よろしくお願いいたします。最後、14ページ、広域連携 SDGs モデル事業。ちょっとタイトルの方が申し訳ございません。2時となっておりますが、こちら、間違いでございます。モデル事業の問い合わせ先で、ございます、問い合わせ先は記載の通りです。また、地方創生 SDGs 関連ホームページで、
情報を提供をしています。上から3つ目にはですね、SDGs の未来都市の事例集がございます。他の都市の事例等もですね、提案を見ていただきながら、検討時の参考としていただければと思います。はい、私からの説明は以上でございます。ご清聴ありがとうございました。はい、続きまして、今年度広域連携 SDGs モデル事業に選定されました、北海道北見市と高知県土佐町に事例発表をいただきます、この2都市の発表の後に、質疑の時間を用意しておりますのでよろしくお願いいたします。それでは北海道北見市の尾崎様、発表の方ご準備をお願いいたします。ただいまご紹介いただきました北海道北見市企画政策課の尾崎と申します。本日はこのような機会をいただきましてありがとうございます。それでは今年度3次募集で採択選定をいただきました広域連携 SDGs モデル事業、地方圏において誰もが住み慣れた地域で暮らし続けられる仕組みづくりプロジェクトにつきまして、提案者を代表してご説明申し上げます。資料2ページをご覧ください。まず簡単に北見市の概要についてお話しいたします。北見市は平成18年3月に旧北見市、丹野町、常呂町、留辺蘂町の1市3町が合併して誕生した北海道の東部に位置する人口約11万4000人の町で、東京から箱根までの距離に相当、失礼しました、大雪山のふもとからオホーツク海沿岸に至る道路延長は東京から箱根までの距離に相当する約110キロもあり、東京23区の約 2.3 倍、岐阜県高山市、静岡県浜松市、栃木県日光市に次ぐ全国4位の行政面積を有するオホーツク県域の中核都市です。最近では女子カーリングチームロコソラーレの活躍もあり、カーリングの街としてご存知の方もいらっしゃるかと思います。私ども北見市、美幌町、津別町、訓練部町、桶戸町の1市4町は互いに経済圏や生活圏を共有することから、令和元年10月に協定を締結し、人口約14万4000人、面積約3300平方キロメートルの北見地域定住自立圏を形成しております。令和2年4月に定住自立圏共生ビジョンに基づく連携の取り組みを本格化させてから、本年3月で丸2年が経過し、次のステップに向けた新たな展開を模索していたこと、また、同じ3月に北見市において SDGs 推進指針を策定し、SDGs としっかり向き合っていく体制が整ったことが、今回の提案に至った大きなきっかけとなりました。広域連携 SDGs モデル事業の立案当初は、SDGs という言葉に複雑でとっつきにくいという印象があったり、何か新しいことをしなくては、と意気込んでしまいそうになりましたが、落ち着いて考えを整理していく中で、SDGs は全く難しいことではないと気づき、現在、当県域で、とりわけ福祉分野での取り組みが進んでいることを踏まえまして、まずは福祉分野でしっかりとモデル事業を実現し、他の分野への将来的な拡大につなげていこうと考えました。広域連携にはスケールメリットもありますが、意思決定に時間を要するケースがあるのも事実です。私どもの場合は、日頃から1市4町の首長官のコミュニケーションが取られていたこともあり、苦労せずスピード感を持ってトップの賛同を得、連携の意思を確認することができ、今回の提案に至ることができたことは幸いでした。
資料3ページをご覧ください。地方圏にあっても広域連携によるスケールメリットを生かした住民への福祉サービス提供体制を構築するとともに、農福連携などを柱とした障害者就労支援を加速する生産年齢人口減少への対応につなげ、高齢者や障害者など誰もが住み慣れた地域で暮らし続けられる仕組みを作り、資料の下段にお示ししました4つのローカル SDGs の取り組み推進を図る、これがモデル事業の概要です。この事業は福祉分野というどの地方公共団体にも身近なテーマを取り上げることで、共通の課題を抱える全国の地方公共団体に課題解決を実現するモデルケースとして横展開できるものと考えております。3側面の相乗効果等については、その詳細は後ほどご説明いたします。また、企業版ふるさと納税制度を活用した民間からの財源確保による事業の継続性を担保するほか、誰もが生き生きと自分らしく暮らし続けられることができる優しい共生社会の実現を目指し、自律的好循環の具体化を図ることとしております。資料4ページをご覧ください。まず、モデル事業により解決しようとする課題についてです。課題は3つあり、1つ目は地域福祉を担う人材の不足です。近年、全国的に福祉ニーズが多様化、複雑化し、相談件数は増加傾向にありますが、特に小規模な市町村では、社会福祉協議会を含め、非定型的かつ専門性の高い相談業務に的確に対応できる人材の不足に悩まされています。これは専門職の確保や人材育成が困難になっていることが原因です。モデル事業ではこれまでの市長の枠を超え、北見地域定住自立圏の枠組みの中で、スケールメリットを生かした人的連携を進め、解決を図ることとしております。二つ目は物理的な距離による支障です。私どもの県域は面積が東京23区の5倍もありますので、連携した取り組みを進めるための会議を行うと、移動に片道1時間以上かかることも普通です。鉄道やバスなどの地域公共交通網が脆弱なこともあり、移動はもっぱら職員が運転するガソリン車に頼ることとなります。また、冬期間は雪や路面凍結による交通事故のリスクもあります。モデル事業ではデジタル技術を活用し、毎回集まらなくとも日々つながっていられる環境を構築し、この課題の解決を図るとともに、それを遠距離移動の軽減につなげ、ガソリン車からの二酸化炭素排出量の削減という相乗効果を生み出すこととしております。資料5ページをご覧ください。三つ目の課題は加速する生産年齢人口減少への対応です。全国的に少子化、高齢化が急速に進行する中で、私どもの県域も例外ではなく、生産年齢人口の減少が加速し、労働力不足が大きな課題となっております。一方、グラフでお示ししております通り、県域の知的・精神障害者の生産年齢人口は増加傾向にあります。障害者の労働市場への参加は、県域の労働力確保への大きな支えになるものですが、参考までに厚生労働省の調査結果をご紹介しますと、法定雇用率 2.3% が適用される一般の民間企業について、北見ハローワークの管轄では120企業、対象労働者数 12,987.5人に対し、障害者の数は 377.5人、実雇用率 2.91%、法定雇用率達成66企業となっております。障害者に就労の意思があっても就労できない人や、就労しても離職してしまう人がいるのも事実であり、障害者の就労を実現するためにモデル事業では特に知的・精神障害者を対象に戦略的な障害者就労支援として、雇う側と働く側のマッチングを促進し、
障害者雇用に関心のある事業者を増やし、この課題の解決を図るとともに、さらに社会面のみならず、経済面、環境面においても相乗効果を生み出すこととしております。資料6ページをご覧ください。このモデル事業は、障害者の地域生活支援体制の構築、青年後継制度、貢献制度の普及と利用促進体制構築、そしてお試し就労と分野の重点化の取り組みを3本柱に据え、それぞれの取り組みを進化させるためのデジタル技術を活用した仕組み作りなどと組み合わせることで、これらの課題の効果的な解決を図るものです。一つ目の障害者の地域生活支援体制の構築では、これまで行政、医療、障害福祉サービス事業所等の関係機関が連携し、障害者の生活を県域全体で支える体制を整えてまいりましたが、今後はモデル事業に位置づけ、この体制をより確実なものとすることとしております。二つ目の青年貢献制度の普及と利用促進体制の構築では、青年貢献制度の体制を強化し、本年4月から北見地域青年貢献中核センターの運営を開始いたしました。今後はモデル事業に位置づけ、貢献人不足の問題に対応するとともに、地域住民による地域福祉への参画を図るなど、県域の高齢者と障害者の権利を守り、生活を県域で支える青年貢献制度の体制をさらに強化することとしております。資料7ページをご覧ください。これらの取り組みを進化させるための仕組みの一つ目は、デジタル技術を活用した県域内福祉関係機関の相互連携体制の構築です。これは相談者が県域医師4庁の身近な各相談窓口で、専門機関の職員によるオンライン相談を受けられるように体制を整えるものです。広域で専門職をシェアすることができますので、人材不足に対応できますし、大型ミーティングボードを介しますから、身振りや表情等の非言語コミュニケーションを含めた専門的な相談が受けられます。また、関係機関の職員が相互にオンラインで連携できる体制も同時に整えられますので、オンラインセミナーの開催や知識、経験をオンラインでシェアすることで、職員のスキルアップによる質の高い相談の提供につなげることとしております。資料8ページをご覧ください。仕組みの2つ目はデジタル技術を活用したリモート窓口システムの整備です。一市三町で合併してから15年以上経過した北見市の本庁舎と旧町役場である3総合支所をリモート窓口システムで結び、専門職を本庁舎へ集約配置することで、人材不足に対応しつつ、各地域の住民が最寄りの総合支所で物理的な距離を超え、対面相談と同等以上の品質のサービスを受けられるようにします。さらに、北見市での導入効果等を近隣4町にフィードバックし、将来的な導入に向けた検討材料とすることとしております。デジタル技術を活用したこの仕組みは、物理的な遠距離移動の機会を減らし、ガソリン車の二酸化炭素排出量の削減につながりますので、経済と環境の側面の相乗効果として、2050年の県域におけるカーボンニュートラルを、また専門職のシェアなどが青年貢献制度利用促進につながり、利用者の経済活動の規制化につながりますので、経済と社会の側面の相乗効果として、近隣 4町の町長申し立て件数を2026年度に19件とすることを KPI に設定しております。資料9ページをご覧ください。柱の3つ目は戦略的な障害者就労支援です。北見地方障害者職親会と連携したジョブコーチの養成やフォーラムの開催など、これまでの取り組みに加え、
専門機関である地元のオホーツク障害者就業生活支援センター青空を重要なステークホルダーと捉え、戦略的な取り組みを進めることとしております。具体的にはノウハウを有する青空と連携を強化し、人当たりではなく、県域の資源や特性を生かした重点分野でのお試し就労を進め、継続的な就業につなげることとしております。資料10ページをご覧ください。お試し就労の重点分野の一つは、農業をはじめとする第一次産業です。現在、地元の北未来農業協同組合をはじめ、北見市が出資するセブン&アイホールディングスの特例子会社である株式会社テレビにおける椎茸栽培など先進事例の蓄積もありますので、農福連携を足がかりに森林組合や漁業協同組合とも連携を深め、将来的な農林水福連携を視野に取り組みを進めることとしております。第一次産業は広域な県域での近場に職場が所在していますので、距離の課題を解決できるとともに、担い手不足の解消や機械ができない作業への対応が充実することで、生産性の向上にもつながるほか、二酸化炭素の吸収源として注目されている農業や森林の活性化などにも資することから、社会面のみならず経済面、環境面においても効果が期待できます。重点分野の2つ目は、有事企業である情報通信関連産業との連携です。北見市では、北見工業大学が所在していること、また物流面でのハンデを克服すると同時に、地震などの災害が少ないなどの特徴を生かし、情報通信関連産業に的を絞っての誘致を進めてきた経過があります。これらの有事企業と連携を深めることで、デジタル技術を活用した物理的な移動を伴わない、リモートによる障害者雇用など、対面での形態ではない障害者の多様な働き方の掘り起こしなどにつなげ、距離の課題の解決につなげるとともに、物理的な移動の抑制による環境面での効果も期待できます。さらに、次なる重点分野の掘り起こしは欠かせませんので、国税庁法人番号をベースに、県域1市4町の4900事業所に対しアンケート調査を行い、事業者の障害者に対する先行イメージの払拭と、事業者の個々の関心度などの情報を把握し、その分析結果を踏まえ、青空と連携しながら、第3、第4の重点分野の掘り起こしにつなげることとしております。先ほどご説明いたしました通り、社会面のみならず、経済面、環境面においても効果が期待できますので、社会と環境の側面の相乗効果として、青空を通じ、お試し就労した障害者数を2026年度に150人とすることを KPI に設定しております。最後に資料11ページをご覧ください。9月にモデル事業の採択選定をいただきまして、広域連携 SDGs モデル事業補助金の活用事業について関連補正予算を9月の第3回定例市議会で議決いただきました。10月以降、ウェブ会議環境整備、リモート窓口システム整備、アンケート調査に着手いたしまして、おかげさまで現在順調に事業が進捗しております。年度内に滞りなく事業を完了させ、次年度以降の取り組みにつなげてまいりたいと考えております。最後に、このモデル事業の立案にあたりましては、福祉分野をテーマとしたことで、KPI の立て方に苦労するなど、何度も壁にぶつかりましたが、その都度内閣府の担当者の皆様にご相談をさせていただき、適切なアドバイスをいただけたことが問題点の解消につながったものと、改めまして感謝申し上げます。私からの説明は以上です。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。としましたら、質問の方は、次の発表の後にお受けさせていただきますので、発表の方を続けさせていただきます。続きまして、高知県土佐町の尾崎様、発表の方よろしくお願いいたします。
はい。はい。画面共有できてますでしょうか。はい、見えております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。では、改めまして、高知県土佐町役場 SDGs 推進室の尾崎と申します。よろしくお願いいたします。本日は貴重な機会をいただきまして、ありがとうございます。今日、20分ほどのお時間にはなりますけれども、大きく4点のことについてお話をさせていただきたいと思います。まず簡単に土佐町について、ご紹介をさせていただきまして、その後、モデル事業の概要について、簡単にご説明をさせていただきます。申請にあたって、あるいは実行にあたってというところでのモデル事業の背景というところをお話をさせていただいて、最後にこれから申請をされる団体の皆様にということでお話をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。では最初に土佐町についてというところですけれども、土佐町、水で生きるというコンセプトに街づくりをやってきた自治体になります。ちょうど四国のど真ん中に位置しておりまして、写真で見るとこのような形になっております。いわゆる、典型的な、過疎高齢化が進んでいる中山間地域というところでして、今人口が、約3600人台に、減少してきており、高齢化率としても、46% 程度というところです。基幹産業として一次産業、特にまあ棚田とか、林業、あと土佐川市畜産業みたいなところが、中核になっているような、いわゆる典型的なというところになっております。で、町の、特色、大きい特色として、サメ浦ダムというものが、ございます。西日本最大級の、多目的ダムなんですけれども、こちらが、高知県だけではなくて、四国四県の、水源というふうになっておりまして、土佐町は、隣の本山町と合わせて、四国全体の水がめ、水源地になっているというようなところになります。2020年度に SDGs 未来都市の方に選定をいただいておりまして、今のところ高知県で唯一の未来都市というところになっております。SDGs と住民幸福度に基づく誰一人取り残されない持続可能な街づくりというところで取り組みを進めてきているところです。では、本題、モデル事業の概要というところに入っていきたいと思います。本事業、領域連携を通じた持続可能な水源の保全関与を実現する中間支援組織、グリーンアクセラレーター構築事業という名前になっておりまして、私ども高知県土佐町が代表都市、連携都市として、香川県高松市40万人都市と隣接している高知県本山町の連携というところで取り組みを進めています。事業内容、かなり複雑な事業にはなりますけれども、3自治体で連携して中間支援組織を作りながら、資金管理をさせつつ、水源の保全関与とか、山林の活用、あるいは地域脱炭素ということを実現していく、ということを進めていく事業となっております。順番にご説明をしていきたいと思います。まず、最初に、行政間連携というところです。先ほどもお話をしましたけれども、私どもの町にはサメ浦ダムというものがありまして、数にありますように、高知県以上に四国、の3県で水を使っていただいているというところがあります。これは、すなわち、水源地域において、高齢化とか、少子化、人口減少というところが進んでいくことによって、一次産業が衰退していく。まあ、そのことによって水源が荒廃していくと、利水地域、下流の利水地域にとっても水不足であったりとか、水を使う産業の衰退、あるいは流域の環境の荒廃というところにつながっていくリスクがあると。そういう意味で、水源域の衰退が利水域の持続可能性を毀損するような状態ではなくて、双方で共同し合いながら、双方の持続可能性を高めていくような微妙な状態にしていきましょうということを目指してやっております。それの背景としまして、土佐町側で大きく2つの定量的評価というものを持っております。こちらに関しましては、後ほどもう少し詳しくご説明をいたしますけれども、1つは水循環の解析というところで、気象とか地形と地理を被覆、ダム関連、河川流量みたいなところをコンピューター上で統合して、将来的な土佐町の氷土の状況、特にその林業振興等での氷土の変化というところが、水源関与にどのように影響していくかということをシミュレーションすることができる、そういう枠組みを土台として作っております。また、それをその環境に対しての支援ということで形にしていくと、なかなかこう地域には持続可能というところに落ちていかないところがありますので、それを地域経済というところで形にしていこう。まあ、そのためには、林業、山を守る林業、そこからつながる木材関連産業、ないしはその他の産業というところの、連関を抑えていく必要があるということで、多少の産業連関表を作りつつ、それが、利水域の、水のため的機能というところまでどのように波及していくか、みたいなところを、表現できる統計表、みたいなものを作っていっているというところになります。
こうしたものを土台としまして、3地域でしっかりと取り組みを進めていこうというところで、今、流域連携協議会というものを作りながらですね、取り組みとして順番に進めていっているというところになります。でそれを進めていくにあたって一つ大きな特色というのがこの資金提供からの、資金循環の仕組みというところです。こちら少し分かりにくいところにはなりますけれども、ソーシャルインパクトボンド、ないしは PFS、ペイフォーサクセスというような資金の枠組みということを使っていくということを今進めていっております。ソーシャルインパクトボンド、図で見ていただいているような通りですけれども、資金提供者の方から資金提供をいただきながら、それを運用して成果連動型の事業をやっていくと。そのことによって費用対効果を担保しつつ、インセンティブを効かせつつ事業をやっていくという枠組みを作ることができるというところを狙っております。少し概念的にご説明をいたしますと、もともとその生産誘発効果の高い木材関連産業を振興することで、林業とはじめとする基幹産業の活性化につながっていくと。その林業を活性化していくと、山林が適切に整備され、水源の保全及び環境につながって、水の安定化につながっていく。そのためには、若い世代の林業者、ないし、関連産業の担い手というところが必要になってくると。水の安定というのは、土佐町とか、嶺北地域だけではなくて、利水地域の生活や産業の安定にも寄与しているというところがありますので、であれば、こういう形で、利水域から資金や人材を集めつつ、そこにとってウィンウィンな形で、水の安定と林業振興ということを同時実現していきましょう。そういうことをやっていっているというところです。それを実際に形にしていくのが、この中間支援組織、仮にグレーンアクセラレーターというふうに名前を付けております。こちらに関しましては大きくこのような枠組みを作っていこうということをやっておりまして、財団型の中間支援組織を想定をしつつ、水の安定確保と持続可能な山林経営、プラス地域脱産しながら進み続けられる街づくりを同時実現していく。そういうことをやっていこうとしております。どうしても、稼げる地域、都市部の利水域と、環境を守る地域、水源域、それぞれによって得意分野が違ってきますので、環境省が掲げる資金循環、地域循環共生権的なあり方を具体化していく、そのために成果連動型モデルを作っていくということをやっていっております。で、この PFS なし SIB を作っていくというところでは、ロジックモデルというものをしっかりと形にしていくというところが必要になっていくというところです。中間支援組織自体は水源関与であったりとか生物多様性維持も踏まえた森林経営管理、それに木材関連産業の振興企業であったりとか木材商社的な機能っていうのを果たしていく、そういうようなことを今進めていっているというところです。先ほど申し上げたロジックモデルというのはこれになります。成果っていうところを軸にしながら、それがどのような形で発現していくのかっていうところを、長期アウトカムから逆算で、中期アウトカム、初期アウトカム、それに対してどのような、事業とかアウトプットが必要なのかっていうことを、形にしていくような図になります。この図としましては、利水域、水源域、双方にとってのゴールとして、持続可能な領域の暮らしに必要な水域っていうのが、持続可能かつ安定的に確保されていくっていうことを、長期的なアウトカムに置いており、それに対して水源域、利水域、それぞれにとって必要なアウトカム、ないしは持続可能な街づくりというところに必要な要素というのが異なっていくので、それを中期アウトカム、初期アウトカムというところに、続けているというところです。すごく雑に申しますと、水源域にとっては環境的な部分というのは今もすでにあるところになりますので、水を守っていきましょうというところだけではなかなか持続可能性につながっていかないと。そうではなくて、持続可能な水を守る、そのために必要な持続可能な経済をどう回していくかというところで、木材関連の企業であったりとか、担い手の確保で、それが雇用につながり、それによって水業面積が増えていく、そういうようなことをアウトカムに置いております。ここで利水域にとっては、やはりその水が安定していくということが、持続可能な産業であったりとか、暮らしっていうところに紐づいておりますので、ダムの貯水率であったりとか、水を守るっていうことに対して、水源域に直接的にコミットできていくような枠組みというのを作っていく。それが結果的に、双方にとっての、脱炭素、炭素吸収というところにもつながっていく。そういうようなことをロジックモデルの中に位置づけているというような形です。このような形で、ゴールを設定しており、それ全体としてのゴールとして、連携による持続可能な水源の保全及び関与の実現というところを目指しつつ、双方のゴールというところを達成していくというような枠組みになっております。双方、環境経済社会の相乗効果という形では、このような KPI を置いております。またこれ、資料の中でご覧いただけたらと思います。全体としましては、自律的な好循環というところで、中間支援組織が、軸になりながら、環境経済社会というところで、しっかりとした自律的好循環を作っていくというところと、
資金循環の仕組みとして、公的資金をインセンティブにしながら民間資金が産業育成を通じて雇用と環境保全をやり、それがステークホルダーからの資金管理につながって、さらなる資金循環を生み出していく。そのような仕組み作りをやっていこうというところで、今、順番に取り組みを進めていっているというところになります。はい。こちらがモデル事業の概要になってまいります。でこちらをこれまで形にしていく上での背景みたいなことをこれからご説明をしていきたいと思うんですけれども、まず、モデル事業のきっかけというところです。1点目としましては、もともとこの構想というか、事業の準備自体はですね、この広域連携が始まる前から、土佐町として取り組みを進めていたというところになります。一方で、これがそのモデル事業として、形になっていく過程では、特に高松市、本山町に対して、良い担当者の方と巡り合えたというところが非常に大きく、寄与したというところになります。まず、このもともと事業自体準備が進んでいたというところですけれども、最初にも申しましたが、2020年度に土佐町 SDGs 未来都市の方に選定をされておりまして、持続可能な水源の町土佐町というところを掲げております。こちらの理念というところで、土佐町水源の町っていうところがありながら、かつ高齢化によって水源の維持に寄与する一次産業というところが、持続可能でなくなってきている。それに対応していく上で未来都市計画を推進していきましょう。そのあり方として、水源の保全関与を領域で実現していくということを、当初の段階から掲げております。この領域で、実現していくという上で、どうしてもこの部分、水源のありようであったりとか産業連関というところをしっかりと定量的に抑えていく必要があるというところと、それを、持続可能な形で回していく上では、ソーシャルインパクトボンド的な資金循環の仕組みが必要であるというところを、未来都市の提案の段階から、すでに構想としてはありましたというところです。こういう形で、土佐町の3次元の数字シミュレーションモデルというのも作りながら、山林が全面的に荒廃していくと、大きく水の浸透量、勧誘量というのがマイナスになっていく。それに対して、山林が全面整備されていくと、プラスに転じていくというようなことを定量的な、ファクトとして、持っているというところですし、それを経済というところで実現していくという意味で、産業連関表を拡張していきつつ、土佐町内の産業連関としてどのような連関があるか。それが水であったりとか山林の多面的機能として利水域にもどのように波及していくかみたいなところを形として見ていただける、そういうような素材を揃えていたというところになります。こうした素材が一定揃ってきたので、いざ本格的な連携に進めていきましょうというところにはなりますけれども、これまでご説明してきた通り、結構複雑というか分かりにくい取り組みでもありますので、なかなか連携先、ちょっと、ドアノックする相手方を間違えてしまうと、何言ってるんですかというような話になってしまうところがあると。そうした意味で、高松さんの、担当者の方、非常にこう、この取り組みを理解していただける方と、巡り合えたというところになります。こちらに関しては、きっかけとして、四国経済産業局さんの方が、たまたま土佐町においてた際に、本事業の構想ということをご紹介させていただくと、高松市の中に、すごく、こうしたことに対して理解があって、取り組みとしても一緒に歩んでいただけそうな方がいらっしゃるということで、つないでいただいて、でこちらとしてその担当者にめがけてご相談に行ったところ、いろいろなこうアドバイスというか、高松市として進めていく上では、このあたりをクリアにしてほしいんだというようなこともお話をいただきつつ、しっかりとこう二人三脚で進めていくことができたということが非常に大きく寄与したというところになります。そうした意味で、この部分ですね。高松市の政策さんとの連携というところが形になったという部分に関しては非常に大きかったなというふうに考えております。このきっかけ部分に関して2つポイントをお伝えしたいと思います。1点目としてはやはりその事前の準備、特に定量的な準備というのは何より大事でしょうというところです。特に SDGs としてこの事業をやっていくというところになりますので、経済環境社会という部分でのシナジーであったりとか、トレードオフの緩和という部分が問われていく。そのためにはどのようなところというところを定量的に表現をしていくということが必要になっていくというところです。もう一つ、良い担当者というところに関しては、担当課イコール、NAT イコール窓口課である、そのような場合もあるというような話です。どうしても、行政というのは縦割りですので、この事業はこの担当課ですよねというところで、話を進めていってしまうことが往々にしてあるのかなと思いますけれども、特にこの広域連携の事業としては、どのようにスタートを切るのかというところが非常に大事になってくると思います。そうしたときに、小規模自治体から大規模自治体に話をしに行く場合、大規模自治体から小規模自治体に話をしに行く場合、それぞれで進め方というのが異なってくるでしょうというところ。そのときに、担当課にめがけていって話を聞いてもらえなかった、進めませんでした。ではなくて、
どのような部署さんであれば、このことを理解していただいて、話を進めていけるのか、まずはスタートの位置に立てるのかということを意識して、連携打撃への打診ということを進めていくといいのかなというふうに思っております。次に、モデル事業の苦労とその対処という部分になります。大きく、提案前、提案、提案後と3つのフェーズに分けましたけれども、まず提案前としましては、同じ自治体とは言っても、前提が共有されているわけではないというところがやはりポイントですというところです。高松市にとっても、優先順位、施策の優先順位とか、水の安定というところでも課題の見え方、あるいは市長のスタンスというところで、土佐町も天馬町とも大きく異なってきている部分があります。そちらについて、どのように、合意形成を図っていくかというところがポイントになってくる。提案時点というところに関しては、とにかく時間がないというところです。私どもの提案の時にも、11月に、概要の告知がかかって、12月に説明会があって、3月に提案締め切りと、まあ、同じようなスケジュール感だったんですけれども、この中で、広域連携事業を形にしていくというのは相当にタイトですという話です。そうした中で、どのようにそれぞれの進め方っていうところを理解しながら、提案内容の確認とか意思決定、あるいは予算っていうところに関して検討していくかっていうところが当然ポイントになってくると。最後、提案後というところですけれども、遠距離恋愛的なっていうふうに表現をいたしましたが、まあ、知りすぎても、うるさいですし、知らなすぎても不安になってくると。この塩梅っていうところをどのように、進めていくか。どうしても距離が遠くなってくるほど普段の相手の姿っていうのは見えていかないですので、この中でどのように合意形成を図りつつ進めていくかというところが当然ポイントになってくるというところです。最初に提案前のことに関してですけれども、とにかくまあ相手のことを知りつつ一緒に乗れるような船を描いていきましょうというところが当然ポイントになってくるというところです。その、とにかく相手のことを知るというところでは、私どもその提案を持っていく前段でですね、高松市のことはいろいろとこう、把握をしてから、話を持っていくということをさせていただいているというところです。土佐町としてはやはり SDGs というところが前景化をしておりますけども、高松市にとってはそこまでではないというところもありますし、水の優先度というところでも、土佐町側からの見え方と高松市の見方というのは当然違ってくるというところです。そうしたところ、総合計画であったりとか、高松市の水基本計画みたいなところはしっかりとこう読み込んだ上でですね、こうした部分であれば、ご一緒していくことが、お互いにとって耳になりますよね、みたいなことをこちらから提案していくというようなことをさせていただいております。その上で、このロジックモデルというところ、このアウトカム間のつながりを表現するというところも一つポイントではあるんですけども、もう一つの点同意して、そのアウトカムを一緒に作っていく、ロジックモデルを一緒に作っていくということが、多様な関係者、ステークホルダー間での合意形成とか、チームビルディングをするためのツールとしても非常に有用であるということです。特にこのゴールとして目指すアウトカムがどのように発現していって、それが双方にとってどのような形で発現していくのかというところを目線合わせしつつ、まあ、こう進んでいくので、お互いにとって今順調に進んでますよね、みたいなところを確認していく意味でも、このアウトカム、ロジックモデルを作っていくっていうのは非常に有効ですので、ぜひこれから申請検討される方はですね、このロジックモデルを作っていくみたいなところに関してもチャレンジしていただけたらなというふうに思っております。次に提案段階ですけれども、相手の立場を尊重していく、時に割り切るっていうところで、特にまあこれ小規模自治体から提案を持っていくケースにとって顕著かなと思います。言わずもがなの話にはなりますけれども、予算編成のスケジュールとしまして、小規模自治体と大規模自治体で大きく1ヶ月ぐらいはずれてくるのかな。これに県が絡んできたり、都道府県なんかが絡んできたりすると、さらに1ヶ月、9月ぐらいからは予算編成が始まってきているというような状態になりますので、小規模自治体側にとって、まだ当初予算間に合うよね、というようなことで認識しているものが、大規模自治体的にはもうとっくに査定始まってて、これに予算がさらに持ち込んでいくのは相当厳しいよね、というところが出てくると。また、この小規模自治体、現金なものでお金がないというところがありますので、広域連携していく上では、大規模自治体側、お金がある方に、よりその応分の負担をしていただくべきではないか、みたいなところが査定の話の中でも出てきたりすると。これをじゃあ2月とか1月の時点で大規模自治体さんの方に持っていくとなった時に、まあ大規模自治体側がどのようなふうに思われるかっていうところ、これは結構なポイントかなと思ってます。そうした意味では、よりその意思決定に時間がかかる大規模自治体側にとってどうかっていうところを小規模自治体側の方も踏まえつつ、しっかりとこう、進めやすい枠組みっていうことをこちらからご提案していくっていうことが必要になってくるのかなと思ってます。最後に、知りすぎてもうるさい、知らなすぎても不安になるというところですけれども、やはり、進め方としてもズレが出てきやすいところになりますので、
自治体職員以外で双方の間で動いてくれる方っていうところを確保していくのが非常に大事になってくるかなと思っています。私どもの場合で申しますと、佐町に、関係のある方が、高松市側に、いらっしゃいまして、それまで、この事業が始まる以前からもですね、事業等で、いろいろとご一緒してきたというような経緯がありました。でこの方、高松市役所ともいろいろとご、事業を一緒にやられてたというようなことが経緯としてありましたので、今回その方に委託という形で双方間の、コーディネートに入っていただきつつ、高松市さんの方が、まあ、このようなことを課題に思われててみたいなことを土佐町なんかにも共有いただきながらですね、一緒に進めていくということをやっていく。そのことによって非常にこうスムーズに意思共有とか、意思決定上の情報共有なんかが図られていくということが、可能になってきてまして、まあ、かなり順調に、取り組みとしては進みやすくなったのかなというふうに思っているというところです。長くなりました。最後に申請を検討されるにあたってというところで、広域連携と一口に申しますけれども、大きく4つぐらいに分かれていくのかなというふうに、思っております。切り口として一つはその物理的な距離として遠いか近いか、隣接しているのか遠隔にあるのかというところ。もう一つはテーマとして距離が遠いのか近いのか。SDGs で言いますと経済環境社会というところで同じ経済テーマとして取り組みをしていくのか、あるいは経済と環境それぞれ違うテーマとして連携を図っていくのか、みたいなところがポイントになってくるのかな。で、この、大きく2つの軸で分けたときに4象限に分かれていくというところになりますけれども、この、例えば遠隔で、違うテーマに取り組むっていうものを、地域循環共生圏タイプっていうふうに名付けられるのかなと思います。例えば、環境的な取り組みに対して、ニーズがある都市地域と、経済的な取り組みに対して、ニーズがある、中山間地域が連携をしていきつつ、一緒にシナジーなり、トレードオフの解消を図っていく。まあ、そういうような取り組み。次に、政策のイニシアティブタイプというところで、ふるさと納税なんかが顕著かなと思いますけども、大きな枠組みの中で全体として新しい施策なり政策というところを進めていく。まあ、それに対して連合を作っていくみたいなのかなと思います。さらには隣接で同じテーマを進めていくという意味で言うと、連携中枢都市圏であったりとか、そして定住自立圏みたいなところでの政策の合理的な展開とか効率化を図っていくみたいなものがあるかと思います。最後に隣接で違うテーマ。ここ、少し難しいことにはなるかと思いますけれども、役割分担とか機能特化というところで、仮定をしました。まあ、ベッドタウンみたいなものをイメージしていただくと分かりやすいのかなと思いますけれども、仕事が、都市地域として、経済が活発な地域と、ベッドタウンとして、よりその暮らしの部分に重点を置いた隣接、自治体というところでの連携みたいなものが、イメージとされるのかなと思います。今回の、広域連携の事業でいうと、地域循環共生圏のところに土佐町がいて、先ほどご説明があった北見市さんが、この政策の合理化とか効率化の部分にいて、選定をされている地図町さん、松崎町さんと一緒に、美しい村の DAO とか NFT みたいなことをやってらっしゃいますけども、であったりとか、真庭市さんが、岡山県内の自治体で連携して SDGs ツアーみたいなことをやってらっしゃいますが、そうしたものが、この政策イニシアティブみたいなところに位置づけられていくのかなというふうにイメージをしています。こちら、大きく切り口としては、テーマが、同じなのか違うのかっていうところで、違うテーマっていう部分になってくると、トレードオフの緩和であったりとか、シナジーの創出みたいなところの優先度、重点というところが強くなってくるのかなというふうに考えておりますし、一方で、同じテーマに取り組むっていう部分で言うと、スケールメリットっていう要素の方がより強くなってくるのかなと思います。皆様が、ご検討中の案件というのが、この中のどのタイプに位置していくのかっていうのは結構、ポイントになってくるのかなと思っておりまして、先ほど、ご説明した、不注意ポイントみたいなところが、この連携ポジションによって、どの部分が特に重点的に大事かみたいなことが変わってくるのかなと思っております。皆さんのポジションというのはどこにあるのかみたいなことを意識していただきつつ、この注意ポイントみたいなところを踏まえていただけると、より具体的な検討に進んでいくのかなというふうに考えているというところです。すいません。少し時間を超過してしまいましたが、以上になります。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。最後、4つのタイプに分類していただきまして、ありがとうございます。非常に分かりやすかったんじゃないかなと思います。